どうも、皆さん、こんばんは。続きましては、パズルゲームゾーン、ヨッシーのクッキーでございます。先ほど、ご紹介がありました通り、ニンテンドーゲームキューブのニンテンドーパズルコレクション版でございます。よろしくお願いいたします。はい、今回、走者走らせていただきます、コンクーと申します。よろしくお願いいたします。はい、アルティエインジャパン自体にはですね、2年前の2019年冬の方に、スーパーマリオギャラクシーで参加させていただいておりました。はい、2回目でございます。またですね、ヨッシーのクッキー自体の方は2018年冬の際にボーナス枠で、採用されていた履歴があります。ファミコン版でしたね、その時はね。というところで、少し、基本的なルールについてご説明させてください。はい、これが、まあ、実際、やる画面ですね。今デモですけども、こうやって列を縦か横に動かして、同じパネルを1列に揃えると消えるというものになっています。はい。で、バーが真ん中にあるんですけども、25ポイント取ると勝ちというルールですね。はい、となっております。簡単にはこんな感じですよ。大丈夫でしょうかね。はい。大丈夫かどうかはちょっとわかんないですけど。はい。とりあえずこれが基本ルールです。残りは、走りながら説明ができればいいかなと思います。というわけで、ストーリーモードの、今回は難易度イージーの方ですね。でやっていきます。はい。というわけで、こちら準備は OK でございますので、カウントダウンをして始めさせていただければなと思います。ちょっと緊張はしてるんですけども。あと、ですね、このゲーム常にお祈りです。はい、うまいこといくようにお祈りお願いいたします。それでは、参りたいと思います。5、4、3、2、1、スタートです。さあ、ではやっていきましょう。なるほどね。しょっぱなからそういう数いくんですね。ちょっと見といてください。はい。こういうことです。このゲームはこういうやつです。わかりましたかでしょうかね。わかっていただけますでしょうか。はい。こうやってクリアしていきます。ちょっと待ってね。はい、OK。こうやると、全消しすると7ポイントのボーナスが入るので、あっという間に25ポイントに到達して勝ちです。はい、これをどんどん続けていきます。はい。全消しを主にというか、もうずっと狙い続けます。どこだ?これはこうかな?違うな。こうで。違う。こっちだね。はい。OK です。導火線が真ん中にあるんですけども、これがなくなるまでに消さないとゲームオーバーになってしまいます。ので、そこだけちょっと気をつけてますね。はい。導火線は25秒あります。今回は難易度がこれなの、イージーなので、25秒の猶予があります。ノーマル以上とかになると、ノーマルだと20秒、ハードだと15秒の制限時間です。OK ですね。どんどん行きましょう。はい。今のところ順調ですね。ただこれは大丈夫かな?大丈夫ですね。お祈りというところを、先ほど少し言ったんですけども、何をお祈りするのか。この全消しができないパターンが2種類あります。どれかが1個しかないときは全消しが絶対にできません。ので、まずはそれはダメ。次に、もう1個あるんですよね。特殊なパターンではあるんですけど、クッキーの数、最初の25枚並んでる数が3と4と6と6と6。
の場合は全消しができませんので、それもお祈りでやめてくれというのをお祈りしてます。はい、さあどんどん行きましょう。もうね、あっという間に行きますよ。一応このゲームなんですけど、自分世界記録はもちろん持っております。はい、ヨッシーのクッキー自体、まあ、4機種あるんですけども、で、いろいろカテゴリーもあるんですが、全部で13かな ?13 個全部でカテゴリーがあるんですけど、そのうちの12個は自分が世界記録を持ってます。はい。1個だけね、ちょっと取れてないのがあるんですけど。順調ですね、これ。やば。いいですよ。だいぶいいですよ。はい。まあ、もちろんというのか何なのかですけど。あーっと、数え間違えてる。こっちで、こっちで、こうで、こうで、こう、オッケー。よし、いいですよ。何も喋りたいことが喋れてない気がする。ちょっと対戦相手のね、キャラクターにも少し注目してみてほしいんですけど、あー、しまった。はい。ちょっと注目ね、していただけるといいのかなーって思うんですけど、一番最初、クリボンだったんですよね。はい。あー、違う。ちょっとグダグダになり始めましたね。ちょっと待ってね。はい。クリボンだったんですけど、このワールドのキャラクターが結構ね、お願いします。まあ、今、ヨシのクッキーがもう多すぎて、ちょっと、わけわかんないことになってるんですけど、ヨシのクッキー消すと、画面上に出てる、項目ですかね。妨害とか。この辺を相手に送ったりします。はい。ただ、今回、2回全消しして基本的には攻めるので、その辺はあんまし気にしなくていいという感じですね。はい。難易度が上がるとちょっと気にしていかないといけなかったりするんですが、というところで、これは、大丈夫じゃない。よくわかんないことをしました。今のはよくわかんないことをしました。お!待って、立て直せるかな、これ。まあ、自己部屋はもう、全消しができなかったらリセットするので、ここまであんま続けたりしないんですけど。っていうね、感じなんですよね。おっと、普通になってきた。普通になってきました。これはガバですね。ちょっと待って、危ない危ない。自分にパニックとかで、ね、やるとね、ロスなんでね。はい。全消しができ、したいな。全消しはな、したいよな。これプラス3とかは取っておきたいですね。こう、ガバった。はい。遅延行為です。こうやってね、時間をかけると相手から妨害が飛んできて、しばらく操作ができないとか、なったりします。はい。まあ、避けたいですけど、避けるためにはもう、自分で、ね、頑張るしかないっていうね。おーっと。見えてない。見えてないですよ、今。見えてなくなってきましたよ。徐々に焦ってきてますよ。まあだから、ですね、逆にですね、普通にやろうとするともしかしたら、これぐらいかもなっていうね、感じで思っといてください。はい。めっちゃ遅い。急に遅くなりましたね。ここは、で、もう、ですね、ストーリーも喋ってなかったんですけど、実は、このゲームですね、ストーリーとしてが一応ありまして、はい、ですね、喋れないな。はい、待って、これは全消しできてない。ヨッシーとマリオが、明日、ピーチ姫が誕生日ということで、クッキーを焼いていたと。いうところで、なんですけど、そのクッキーを何者かに取られてしまう。
ということが起きます。それを取っていったのが、まあ、クッパなんですけど、それを取り戻しに行くために今こうやって旅をしているという感じですね。一応ね、本当に一応ね、物語はあるんです。はい、はい、ちょっと戻してきたかな。まあ、こんなに連鎖しなくていいんですけどね。というわけで、そのクッパです。ラストです。こいつに3本勝った瞬間、タイムワーストでございます。最終戦です。こうで、こうで、こう、よし。いいですよ。なんで、3本取ったらなんで、全消し6回、あと5回できればいいかなって感じですね。このパターンか。このパターンだったら、ちょっと待ってね。うまいこと回ってない。ここ。はい、OK です。喋りたいこと喋れてるかな？現行の、環境ですね。で、遊ぼうとすると、スイッチオンラインにはまだないんですよね、このゲーム。残念ながら。なので、現行最新がこの一応これになりますかね。はい。一応ゲームキューブということでございます。いやー、配信してほしいですね。何かしらでね。とは願っております。私。なかなかね、出てくれないんですけどね。はい。Wii のバーチャルコンソールでも一時期出てたんですけど、Wii U で出てないので、よりね、そういう感じでございます。ラストです。このクッパに勝った瞬間タイマーストップです。どういこう。こう切って、こうで、こう、よし。どうかな？あと1回決めたら OK ですかね。ファミコンゲーム、ファミコンとゲームボーイと、スーパーファミコンと、あと、なんだっけ、このゲームキューブですね。はい。というわけで、これで勝ったらタイマーストップでございます。はい、ストップ。お疲れ様でございました。はい。以上でございます。10分56かな。というわけでね、一応ストーリー的にね、クッパ倒しましたんで、クッキー取り戻してめでたしめでたしということでございます。というね、実はそういう劇をやってましたというところでございました。いや、まあ、10分か。ちょっとまあ、全消しとかもミスったので、それはこのぐらいだなっていう感じでしたね。ちょっとそこは残念でしたけども。はい。まあ、無事完走ということで、ありがとうございました。ちなみに、ちょっとスタッフロールとかもあるんで少しだけ喋らせてください。スーファミ版についてなんですけど、実は中古で数十万円するバージョンが存在するっていうね、ご存知でしょうか。カセットにですね、もしお手持ちのカセットにクルッポンオーブンでクッキーと書かれていた場合、世界に500本しかないので、大切にしてください。大切にしてください。もし今書かれてないのが普通、通常版なんですけども、書かれてなくても大事にしてください。はい。大事にしてくださいね。よろしくお願いします。
はい。というわけで、自分の出番の方は、もうちょっと、あとあれかな。少し、もう少し宣伝だけ、あとさせてください。今月ですね、放送開始から20年になりました、アルティラジオ、略してアルラジという企画をやっております。アルティ奏者をゲストにお呼びしてトークしたり、更新された世界記録や日本記録を紹介したり、アルティのクリップ動画を紹介したり、アルティイベントの紹介もございます。はい、そういう、ラジオ企画の方ですね、やっておりまして、次回は1月7日になります。はい、ゲストは今回、アルティンジャパンでラビリビを走られておりました岩見さんに来ていただいて、放送の方を行っていきます。はい。各週金曜日21時から、次回は、1月7日21時からですね、放送となりますので、ぜひご覧いただければと思います。はい。というところで、マスターフロールの方ももう間もなく終わりかなというところで、ちょっとですね。はい。ということで、ヨッシーのクッキーの方は以上とさせていただこうかと思います。はい。まだ自分の方もまだ、これで記録詰めれたと思っているところ、もうちょっと詰めれるかなと思ってたりもするので、まだまだ挑戦していければと思います。はい。というわけで、続いてはですね、パズルゲームゾーン最後になります。テトリスのスコアタックの方へバトンをつなぎたいと思います。はい。ヨッシーのクッキーのアルティ奏者、コンクールでございました。引き続き、アルティインジャパン、ウィンター2021、お楽しみください。ありがとうございました。